森下チンタンプレゼンツ笠井奈々とドクター森下のバイオレディオ、今週のゲストは小川美智子さんです。よろしくお願いします。お願いします。ね、なんと小川さんはパナソニックの社員でありながら、はい、ジャズピアニストというね、はい、二足のわらじを履いてるというね、はい、ちょっとびっくりなお話なんですけどね。そうですね、はい、どうですかみたいな。両立の方は大丈夫ですか？両立をねするのは結構やっぱり体力いるんですね。そうですね。あとやっぱり時間の使い方も工夫しないと、ね、大変なとこありますけど、でも楽しいです。あ、そうですか。楽しそうですよね。確かにね。うん、今日はね、はい、ジャズの歴史とかね、はい、いろいろ、ね、ジャズっていうとイメージは、イメージはちょっとなんか大人な雰囲気っていう感じで、あ、はい、なんかお酒とピアノとみたいな、なんか感じなんですけど、ちょっとまだ未知の世界なので、いろいろとお話を伺いたいなと思います。はい、ね、間違ってますかこの印象は。何でしょう。いや、あの、大体若い方はそういうふうにおっしゃいます。ね、でも意外と、うん、あの、楽しいとこもあるんですよ、はい、うん、なので一回でもねやっぱり足を運んでいただければなと思います、はい、うん、そうですね、はい、その辺はね番組の中を聞いていただいて、はい、ジャズのじゃあ楽しさをね、勉強してくださいというかね、いろいろ学んだらいいかなということ で、実は僕もあんまり分かってないんで、ね、いろいろ話を聞いていこうかと。はい、はい、キッス FM 毎週土曜日夜9時から放送です。お楽しみに。